西武ライオンズ、4月なのにボロボロ。やばすぎだろ。ただでさえ打てないのに、ワンアウトサードで点を取れないならそりゃ勝てんわ。昔は日本一連覇しまくりで上昇軍団なんて呼ばれてた時期もあったのになぜこんな弱繰り返しチームになったんや。今日の試合見てて高橋三成が出ていきたい気持ちがよくわかった。山川を追い出した結果。遠からず今井三成平らおらんくなるだろうし、おかわり栗山も引退するだろうし、源田は衰えてくるだろうしでどうすんのこれ。ドラ1は食べはダメなのか、去年のドラ1昼間も2軍に染まってるし。鍋級の時も春先ダメで CS 行けた年あるから平気。謝罪をしたかったのに球団に止められた山川。ぶっちゃけ CS はワンチャンいける。マキノン早く立たず、コスパ悪い、とか言って放出して、マキノン以下のやつを倍以上の金で連れてきたのはギャグ。マジでブーイングは味方でバフだからな、投手に絶対に打たれたらダメっていうプレッシャー与えるし。高橋と平もそのうち抜けるし暗黒期突入やな。弱いくせに観客数も最低というもはや何もない球団だからな。弱いくせに叩かれもせずのんきにやってきた結果がこれやね。でも、西武にはプロ野球 OB の順位予想があるから。ブーイング軍団は最下位がお似合い。球場の立地も中身も最悪だしファンも凶暴だし。